こんにちは、そうです。今日はですね、あのまあ、僕の,その人生について語っていく動画のまあ2作目ということで、まあ、一発目はその、なんだろう、小学校卒業するあたりぐらいまでですかねす、するかしないかぐらいのところまでを話したと思うんですけど、まあ、今回はですね、あの10代、10歳から、えーまあ、18歳ぐらいまで、まあ、話せれば20歳ぐらいまでいこうと思うんですけれども、まあ、その辺のところをですね、 えーまあ、何をやってきたのかっていうのを話して、まあ、何をやったらこんな人間になるのかっていうところもですね皆さんに感じていただければよろしいのかなというふうに思います。でねちょっと前回あの話し損ねたことがあってでまあ習い事のとこなんですけどやっぱ日農研っていうのは端折ょっちゃいけないなと思っておりましてねであの日農研に通った うまいかその日の家に最初からしたわけじゃなくて僕の塾通いって、まあ、いくつかそのステップを経てに日の家になってるんですよ最初はなんかもう今多分ないと思うんですけどなんか名星とかなんかいうなんだっけなどう,いうどういう字だったか多分,多分この字だと思うんですけどとかいう塾に3年生ぐらいから行ったんですよね。 でまあ行った理由としましてはそのテレビ見ててなんか塾に通ってる子供みたいなのが出てきてなんかそれ見てかっけえって感じがしたっていうもうとんだミーハー野郎なんですよねもうすぐ形から入るんですよねでまあそれで通ってなんかね最初初めて教室行った時のことを覚えてるんですけど学校でまだ習ってない割り算とかやってるんですよね6割3とかなんか言って言われて「いやマジわかんねえな」とか言って「いや掛け算の逆だよ」とかなんか言われるんだけど。 掛け算の逆とか言われてあちなみに 6÷3 って2なんですけど 2×3=6 なんですよねだから逆ってことは 6÷3=2 っていうことなんですけどそれはすごい全然分かんなくてそれですげえなんか初めてあの周りの人が当たり前にできてて自分にはできないっていうことがあるのをその時経験しましたでめちゃくちゃ焦りましたやべなんか俺頭普通だと思ってたのになんか頭悪いやんけどどうしようみたいな。 そういういをなんか覚えたのを今でも覚えてますね。多分その時がうんなんか勉強とか,そのなんか物事が理解できなくて悔しいっていう思いをした最初の経験じゃないかなっていうふうに記憶します。でその後、と名声に半年だか1年ぐらい通ってでなんか個別指導の塾とかも体験レッスンみたいな。 受けさせられてでも僕はなんか何が違うのか全然分かんないですよねとりあえずもどの先生がついても話つまんないしその集中できないし、うん、別にそのなんドラケーの方はやりたかったですしかはかどらないというかその、まあ、環境が大事だって僕今言うと思うんですけれども環境がその環境がだろうな環境を変えることによってそのことが人生に対していい方向に作用するのって。 まあ前の,その動画でもお話ししたんですけど意志力がある時なんですよね。意思を持って自分の人生を変えたいと思った時に今やっているその方法とか今ついてる先生だとか今の環境でそれを変えられないあるいは変わってなんかないんだけどその成長スピードが遅いっていう時ですよね。そういう時はあのまあ僕がよく言うその損切りですよね。損切りをすることによって えーまた次のステップに進んでいくことができてまあそれを繰り返していくことによって最終的に大勝ちできるっていう考え方があるんですけどなんかその以前としてやっぱり意思がないと何も意味がないんですよだからよく稼ぎたいですとか何か言ってくる人いいんですけど意外とすぐに諦めちゃう人が多くてですねあとはやらない人とかもいるわけですよねこの間もなんか「いや私は背取りなんてやりません」とか何か言って怒られたんですけど「あそうっすか」って感じなんですが別にやんなくてもいいんですけどやっぱりその 私はこういうことやらないとか、諦めちゃうとかっていうのは、僕から言わせてもらうと、そんだけ余裕があるんですよ。だってもう、こんだけテンプレ、テンプレって言ってんだから、このテンプレから外れて成功することって結構至難の技なんですよね。大学行かないで東証一部上場企業に就職するとか、もうそんぐらい難しい。下手したらそれよりも難しいことだと僕は思ってるんですけれども、まずテンプレをやってくれっていうのを提案してるわけですよね。で、そのテンプレさえもやらないっていう状態だと、 あるいはやりたくない、やるつもりがないっていう状態だと、どんなにいい話してあげても、仮にですよ無理やりその取り組んでもらったとしてもですよ、結果って出ないですよね。仮に僕以外の人のところに行って物販を習ったりだとか、その転売ビジネスとかを学んだとしても、自分がやりたくないと思っている限りにおいては、やっぱり手って動かないと思うんですよね。やりたくないことって、やっぱりなんだろうな。人間のそののそ行動っていうものは、 あの潜在意識が支配をしてるんですよで潜在意識といったものは深層心理が支配をしているんですよね。だからやりたくないって思ってることは、潜在意識も、潜在意識で無理やりそれ,無理くりそれを変えようとしてもあなんだろうな、潜在意識に否定されるんですよね。いやでもお前、本当はこれやりたくないと思っとるやんけみたいな。だからそのスティーブ・ジョブズがもし今日が人生最後の日だったとして、これが本当にあなたのやりたいことなのかっていうのを問いかけろと。 そしてその問いかけに対してノーと続く日が続くのであれば何かを変えなければいけないっていう話を生前してくれているんですけれどもそれはまさにですねあの目標設定とか医師の,のお話と全く同じでございまして自分が何を望んでいるのかっていうのを僕たちは知らなければいけないんですね。自分が何を望んでいいいるのか僕たちは知らななけければいけない でその自分がやりたいことがよくわからないと思うんですが台湾の人は、まあ、そういう人におすすめなのは自分が何をやりたくないかを考えることですね自分がやりたいいことががわからない時は自分が何をやりたくないのかを考えることですねで自分がやりたくないこともやりたいこともおそらくその表層的なことが多いと思うんですよその通勤電車乗りたくないとか嫌な上司と一緒に働きたくないとか、まあ、そういう表層的なことが多いと思うんですけれどもどちらか というとうですね最初はでもその表層的なことでもやらないよりやった方がいいっていう風に僕は考えていてでそのやりたくないことから逆算して導き出されたやりたいことっていうものをとりあえずの目標にしてみるっていうのがいいと思います。 で、でそそののを逆算していった結果ですよ。そのやりたくないことどん,どんどんどん書き出していってその収入月収30万じゃ全然足りなくて嫌だとかなんか家族やしないねとかそういうの出てきたとするじゃないですかそしたらじゃあ今度いくらだったら自分のその家族とか自分の生活をきちんと成立させることができるのかっていうその最低ラインですよねそういったものが具体的にじゃあ家賃がこんぐらいで子どもの教育費がこんぐらいで奥さんの 副ががこんんぐらいででととかって出てくると思うんですよ具体的な数字がそれで逆算して具体的な数字レベルまで落とし込むことによって導き出された目標ですよね。その結果月収50万は欲しいです粗尊さんというふうになったとするならばその月収50万をインターネットビジネスだけで実現するのかそれとも今の会社に勤めながらまあ本業30万副業20万みたいな収益構造にして達成していくのかとかまたその辺があのまた考えるポイントとして出てきますよね。 だからそうやってかんあなんだろうなとにかく掘り下げることによってやりたいことを見つけてでそれが見えてきたらやりたくないことから逆算して見えてきたやりたいことっていうものは割とあの深層意識レベルで自分を説得しやすいことだと思うんですよね。だ僕が今やってるようなことっていうのも、うん、やりたくないことっていったものをすごい掘って掘って掘りまくって出てきてじゃどういうふうにすれば自分が満足して幸福を感じられて。 納得ののいく人生を生をきられるのかっていうものを考え抜いた結果今のような生き方になっているのででももちろんその今完璧だとかそんなこと言うつもりはなくてですねまだ改善点改良点といったものはたくさんあるので、まあ、日々鍛錬研究開発ですよねリサーチデベロップメントをやっていくわけなんですけれども、まあ、そういったこういうマインドでですね毎日生きてやって自分を掘り下げてやっていくとですねすごい当たり前の話をするんですが まあ人生ってよくなるんですよねな,な,なんで自分が頑張ってんのかとか何のためにやってんのか何を変えなきゃいけないのかとかその辺がほとんどの人ってあやふやふなんんですよなんとなとくその振り回されてなんとなく子供の幼稚園連れていかなきゃいけないからっていう理由で連れて行ってなんとなくその時間がなくなってなんとなくそのことに不満を感じてでも何が一体自分が不満でどうしたいのかっていうのが ほとんどの人にとっては分かってない。で、そのまま分からないまま一生を終えていく人も多いわけですよ。で、まあ、僕がですね、皆さんに人生、人生じゃないや、そのビジネスを提案しているんですけど、ビジネスやってみませんかっていうのを提案してるんですけど、そのビジネスをなんで僕が提案してるのかなっていうのをね、今日、車運転しながら考えてたんですけど、一つ答えとしてあるのは、あの今までその、まあ、僕みたいに負けまくってた人間でも勝てる要素が、 あるってことですよある,あるからまあビジネスをやるといい,いいんじゃないかっていうその答えが出てきたんですね。でどういうことかっていうと、まあ、普通にバイトをすげえ頑張ってもですね月に20万も稼げないと思うんですがそうするとまあどんなに頑張っても年収240万とかになっちゃうわけですよね。そんな凡人ですよ。でしかも優秀なアルバイトやってる人も不優秀なアルバイトやってる人も給料って基本的に変わんないじゃないですかだからバイトってすげえなんかあのキャリアアアップしていくモチベーションを極めて持ちにくい。 あのシステムだと思ってますしであるからこそそのバイトやってる人ってずっと成長しなくなってあの人間としての成長も止まって人生が積んでいくっていうふうに僕は分析をしているんですがあのそれがですねひとたび正社員とかあまあ派遣でも一部その形態であると思うんですけど正社員になった途端300万とか400万とかもらえるわけですよね。 で中の人って別にそんなフリーターの人とそんなに変わんないわけですよ。で確かにそのいい大学出てるとかってあるかもしれないんですけどあのまあこれ本当のこと言うんですけどほとんどの人って大学出ると勉強しなくなるんですよね。自分で自分にお金を投資して自分を高めていくみたいなことをやり始めないんですよ。 で昨日あの僕今日のメールマガで書いたと思うんですけど乃木坂のドキュメンタリーを見てたんですけど、まあ、その中でですねあの卒業をしてしまったメンバーの,その橋本々美さんっていうすっげえ綺麗な人がいるんですよ。でも天文学的に綺麗な人がいるんですけどその人があのこういうふうに言ってて。 私は最初、食事もままならなくて、おにぎり1個食うみたいな、そういうすげえ貧乏な生活をやってたと、奨学金借りて北海道に、北海道出身なんですけど、北海道出たかったからっていう理由で、大学に行きてから東京行かせてくれっていう理由で親を解き伏せて、反対した親を解き伏せて、奨学金もらって借金して出てきたと、でも当然、生活は足りないから、奨学金を学費に入れて、生活費はバイトをしながらやあなんとかやろうとしたんだけど、もうだめだ。 どうにもならならいいっていことと気が付いたとその時に乃木坂の,あのオーディションがあるっていうものをたまたま知ってそのオーディション会場に行けばロケ弁当っていう、まあ、ロケとかそのまあオーディション会場に来る人に向けてまあ弁当合格不合格に関係なくただで食わしてくれっていうのを聞いてそれで応募したっていうのがあの言ってたんですよね。でまあ、今卒業されててしまってるんでですけどでその中で 最初はそうやってあの飯食うためにまあ行ったら金もけしてるわけですよもう金ねえし私もう北海道戻ってももっと仕事ないし北海道って仕事ないんですよねそうだから戻っても全然あれだしなんかどうにもなんねえっていうそのとりあえず食うための余力が欲しいと金が欲しいというところで入ってきたんですけれどもやっていくうちにその考えが変わってきたっていうのを言ってるんですよね で芸能界っていうものがどういうものなのかっていうのを考えた時に自分をひたすら高めることによってそのキャリアっていったものが形成される世界だとでこれほど面白い仕事が他にあるのかっていうのを私は考えた時に思いつかないっていうのを言ってくれてたんですよで僕はそれを聞いた時にすごいなんていうかその僕らあのまあ自分でビジネスをやる人間ですよね僕なんかその経営をやっているわけなんですけれども経営をやってる人間サイドから見てもいや全く同じだなっていうふうに思っていて。 で僕がですねその皆さんにビジネスを提案したい理由っていうのはその凡人でも金を稼いでその成功できる要は今まで、ね、全然ダメだったそのバイトやってたとかフリーターやってたとかニートやってたような人でも、まあ、例えば、まあ、正社員っていう、まあ、正社員もビジネスをやる人だと僕は思ってるんですよ正社員でビジネスをやる側になった時に300万400万もらえるそしてですねインターネットで起業してインターネットビジネスみたいなものを副業レベルからでいいのでもしやってみるという選択をした時にですねそこでいきなり 別に頭とか良くなくてもいいんですよ。まあ頭いい方がいいんですけど、多少バカでもアホでも、だからむしろ物販なんてバカとかアホの方がよく稼ぐんですよ。その思考停止でも作業しまくるから。で、なんかやったらいきなり100万とか200万とか年収レベルで上がるんですよ。いきなり。いきなり。1年目、数ヶ月目とかで。 っってていうのはやっぱりすごくく例えば仮に年間100万しか稼げなくて細野さん私ダメですよねとか言ってへこむ人がいるんですけれどもいや全然ダメじゃなくてま確かにもうちょっと頑張って年間360万ぐらい僕は上げてほしいんですよ。月に30万ぐらいその本業の収入とは別個に月に30万ぐらいは稼げるようにどんな人でも最低でも言ってほしいっていうふうに僕は願って。 まあどうすれば皆さんがですね、ストレスフリーであの結果を出しまくって金儲けできるのかっていうのは僕はもう日夜24時間365日考えてるんですけれどもあのそれが確かにその、僕のやり方が向かないとかその物販全然やってみたらつまんなかったとかモチベーション上がりませんでしたとか筋トレやらなくて集中力上がりませんでしたとかもろもろ理由があってですねできなかったとしても仮に100万しか収入が上がらなかったとしてもですよそその時におそらく、 私今までできなかったことを細野さんから習って全部はその自己することはできなかったんだけどちょっとやっただけで年収100万円も上がったっていう確かな変化を感じることができると思うんですよ確かな変化。でその確かな変化を感じたときにかつてですねその橋本奈美さんがドキュメンタリー番組の中で話してくれた通りですね 他の人生を生をきていていですよその大学の、大学の研究職として残ったりとかどっかの研究機関に就職したりとか一般企業に営業として入るとかそのバックオフィス業務の事務として入るとかいろんな選択肢があると思うんですがそういったところに行った時に得られる成長とか変化に比べてもう圧倒的な違いがあるわけですよ。 でなんかこれはですねその会社で働いたことある人に教えてもらったんですけど、まあ、年間でですねどんだけあなた収入上がりますかっていう話なんですよ年間でどんだけあなたの生活って激変しましたかっていう話であ,のあんま変わらないんですよね。か毎日その朝起きて通うオフィスも変わらないですしそこにいる人たちっていうのも基本的に固定ですし。 自分の,その年収もまあ月収ベースで5000円で年間6万円とかまあそ,、まあ、それでもまあすごいとは思うんですがやっぱりそういうレベルなんですよね。で僕から言わせるとその1年間何か真剣にねだって朝の9時から夕方の6時とか7時ぐらいまで仕事やるわけでしょそれだけの期間を打ち込んでプロフェッショナルとしてやってんのに <laughs> 年収6万円しか上がらないってもうそれやめろって言われてるのと一緒なんですよね。 やめろって言われてるんですよ。もうそんだけしか上がらないってことは。で、やめるなっていうのはどういうことなのかっていうと、あのあ,あちょっとうっさいですね。すいません。やめろっていうのはあのまあそういうことなんですけど、やめなくていい時っていうのはどういうことかっていうと、ちゃんと 自分の努力が正当に評価されている状態っていうことなんですねで、まあその正当に評価されている状態っていうのは今先ほど話した通りその年収が100万円上がりました200万円上がりましたとかそういうレベルのことを僕は指すと思ってます転職をするときにほとんどの人は収入が下がると思うんですがうまくいく転職っていったものは今よりも人間関係が良好になり勤務地も、ね、その表参道とか南青山とかそのすげえいいところに変わり収入も上がる そして家賃補助とかその福利厚生ですよね。その福利厚生も前の企業よりも条件が良くなる。っていう時に初めて真剣に検討をしたりとかあその転職っていう状態を維持その転職して新しい会社で働き続けることを検討するに値すると思うんですよね。だからその損切りをすべきタイミングと利益を確定すべきタイミングっていうものがあって、まあ、いつも言うようにその人生の基本テンプレートとしましては。 利食いゆっくり損切りスパイクなわけですよね利。利益はゆっくり確定させていきましょう。間違ったことしたらすぐにあの損失を確定しましょう。間違ったことして怒られたら謝りましょう。謝怒られたら謝ればいいよんですよね、いつも。怒られたら謝ればいいんで。怒られたら謝ればいいんですよね。で、まあ、そういうふうにやっていけば、あのまあ、どう転んでもですね、いい方向にしか行きようがないんですよ。 年収が6万円しか上がりませんでしたと、まあ、上がんない人とか下がったりする人もいるんで、まあ、その人と,と,と比べればいいんですがあでもやっぱりなんかその6万円っても完璧に喧嘩売ってると思ってて1年間1つのことに打ち込んだら僕の意見ですけど相当スキルレベルって上がるはずなんですよ。1年間いやよく考えて1年間動画を1日1本作り続けるってやったら。 もうどう考えてもパブリックスピーキングのそのスキルがすげえ上がりますよね。だって僕、そうじゃないですか。僕の1年前の動画と今の動画をもしよかったら比較してみてほしいんですけど、おそらく今の方が話うまいですし、昔はんだろう、そのスライド作ったりとか資料を作ってから話していたと思うんですが、今は別に原稿とか全く用意せず、全く準備なしでいきなり取り始めて、こうやって話せるわけであり、成長しているんですよね。それやっぱり1年間っていう、もっとやってるんですけど、例えば1年間という期間を通じて、 仮にそれが副業だっったととししてててもでですすよ、プロとしてやっていけばですね、スキルなんていうものは上がるように決まってるんですよ。じゃあそのアマゾンの出品ちょっと癖があって難しくてできませんとかなんか言ってくる人がいるんですけどいやなんか一回すごい人がいてメルカリやってますジャンル固定です利益10万出ましたでもその、まあ、ブランドも撤退してたんですけどそのバーバリっていうブランドを転売してたんですけどバーバリが日本から撤退しちゃってなんか売れなくなりましたどうすればいいですかとかいうすげえ頭の悪い人が一回来たんですけど。 その人に、いや、なんか別にそんなアパレルとかで稼げるんだったら、普通に他のジャンルとかもやって、なんかアマゾンで売れば儲かるんじゃないですかみたいな話したんですけど、いや、そしたらなんか、いや、でもアマゾンは出品が難しいから僕は無理ですとかなんか言い出すんですよね <laughs>。って思って、いや、そんな難しいか、あれって思って、なんかカチカチやってりゃアホでもできるから、もうなんかそれできないっていう時点で、あ、こいつ人生終了だろって思ったんですけど、あ、そうですかって言って、まあその場で終わりにしたんですけど、 なんかそれもさっき言った医師の話と関係して無無理理だと思ったら無理なんですよアマゾン無理だって思ったら無理だしでも同時に考えてほしいのは。 この世の中にできてる人がいる以上、自分ができても何らおかしくないっていうことですよ。月に100万とか200万とか稼いでる人がいると思うんですが、僕を含め。そういう人がいるっていうことは自分がそれ、自分もそれができてもおかしくないっていうことなんですよ。でも、その人と全く同じやり方で達成するかどうかっていうのは分かんないですよ。だから僕であれば、もう最初はあ何 情報商材のアフィリエイトとかしてその100万とか200万とか稼ぐのかなっていうふうに思っていたんですけれども今情報商材のアフィリエイトとかって一切やってなくてですねまあそれでも普通に月収100万も切ることないですし毎月も自動で100万以上コンスタントにありがたいことにですねまあ収益が上がってまあこれをさらに2倍3倍と増やしていこうと思って今頑張ってるわけですよで 今日その帰り車運転しててみんなにどうしても伝えたいなって思うことが一つあって忘れないうちに言っときたいんですけどあの how は分からなくていいって書いてくださいハウは分からなくていいまあまあマインドの話になっちゃうんですけどね一応大事なんで書いときますかま,あまずその潜在意識が大事ってことですよね でまあ、その潜在意識が大事っていうことは、えー、もう一度復習すると,やり,たいことはやりたいことは分からないのでやりたくないことを紙に紙に書き出すっていうのが大事です。あのなんかパソコンでやると差の勝利になるんであんま直線直線的な思考すぎてあなんだろう,ちょなんだろうその感情レベルの。 アウトトプットっていいうのは出てこないんですよね、うん、だから本当はメルマガの感想とかもああやってフォーム作ってるんですけどああいうのあんまりよくなくてですね <laughs> 紙に書いて僕ん家にでも郵送してもらった方がいいんですけどまあそれは効率が悪すぎるんでああいう形にしてますけど紙に書くってすげえ大事ですね、うん、で紙に書いたことを紙に書き出したやりたくないことから浮き彫りになったやりたいことを仮の 仮でいいです仮60点出力って言いますよね仮でいいんですよ仮で,で間違ってまた修正すればいいんだからそうでしょ仮やりたいこと設定するだから僕って実はその趣味ってあんまなくてすげえ困るんですよ趣味って何ですかとか聞かれて休日何やってんですかとかって聞かれるとすげえ困るんですよねいや仕事っすかねみたいな <laughs> 趣味ないな、まあ、あえて言うと筋トレなんですけど 筋トレとかなんか読書とかまあ最近の文脈で言うとまあ乃木坂っすか乃木坂趣味みたいなまあそういう感じなんですけどなんかそれもなんかただぼーと休日過ごすの嫌だなとか毎日をだらだら過ごすの嫌だなとかそういうやりたくないことから逆算してじゃあ俺何やるよみたいな時に太ってるの嫌だなとか今日もあの服をいろいろ試着してですね店員さんにスタイルいいですねとか言って褒めてもらってすげえモチベーションが上がったんですよ今ちょっと よあの余裕ぶしかまして炭水化物作りまくったら太っちゃってですね今またダイエットやってるんですけど太ってる段階でスタイルいいっていうのをあの言ってもらったんですよねなのでまあこれ頑張りまくったらもっと美しくなれるやんけって思ってすげえ気持ちが上がったんですけれどもまあそいや、まあ、そうやってなんか太りたくないとか例えば僕だったらメンタルがもう死にかけてたわけですよねうわ金入ってくっけどこんなこと俺やりたくて生まれてきたのかな死にてえみたいなじゃあどうすれば そのやりたくないことを過ごさずにですね。まあ、今日がその人生最後の日だったら嫌だったわけですよね。その脳って続き日がずっと続いたわけですよね。どうすれば？そうならないような生き方ができるのかな？っていうのを逆算して考えて。あ、人の役に立つことをやれば、人から喜んでもらって自分を肯定できるようになるんだ。っていう考え方があるのを知ってで、今のそのやり方になってるわけですよ。だから別にその趣味とかも全然わかんないですし。 あのなんだろう今年の夏にドラケーが出ると思うんですけどドラケーも多分買わないですしもうあ、まあ、楽しいとは思うんですけどね、まあ、全部 YouTube で見れるんで多分買わないと思うんですがでも昔は普通にゲームやるの趣味とか思ってたんですよ僕も。漫画読むの趣味とかって思ってたんですけど一日中ゲームできたりとか漫画できたりすることがですねできる生活を手に入れた時にやってみたんですよその満喫行ってみたりとかそのゲーム買ってプレススで朝から晩までやってみたりとかでやって。 それでなんか全然楽しくないってことが分かってあこれ趣味じゃねえんだっていうのが分かったんですよね。趣味っていうのはその時間とかその労力を忘れて没頭できることだと思っていてだから僕今はもう嫌いになっちゃいましたけど初めてその自作パソコンにその、ね、10代後半で出会うんですけど出会った時に、えー、あのもううまくいかないんですよね普通にぶっ壊れたりとかその基盤から煙出たりとか焦げ臭い匂い出たりとかして。 なんか普通に諦めたくなるはずなんですがなぜか,か諦めずにその店員さんに質問したりとかその修理に出してもらったりとかいろいろやってあできるようになってたんですよね。でその時はもう時間経つのも忘れてましたし辛いって一切思いませんでしたしだってピーク時はだってね Windows XP を1週間に1回再インストールしてましたからね <laughs>。だからもう再インストールの作業も手慣れてね、もう再インストールする、ドライバー入れる、このアプリ入れるとか、超高速でできるようになってくるんですよね。いかに速い速度でその環境を復帰するかみたいなのを、自分の中でベンチマークみたいなのを作って競ってて、そういうのがすごい楽しかったんですよ。だから、なんだろうな、趣味って本当にそうやって時間を忘れたりとか、他の人が辛いと思うこととか、ストイックですねみたいなことを、ストイックだって思われるようなことも、 別に自然とか当たり前っていうふうに打ち込める状態のことを僕は指すと思うんですよね。だからその筋トレずっと続けてますとか言うと大変ですね、辛いですね、辛くないんですかとかって聞かれるんですけどいや別に辛くないしだってよあのこれってもう習慣のことを考えてもらえれば明確なんですけど朝起きて歯磨きすること辛いとかって思う人いいのかなっていう話なんですよ朝起きて顔洗うの辛いって思うのかな朝起きてトイレ行くの辛いとかって思います 思わなないいでですすすよよねね <laughs> それとと一緒なんですよね筋トレするっっててうのは僕にとってもう習慣になったんで逆にやってないとなんかそわそわしてきてなんか調子悪いなみたいなぐらいの勢いなんですよ。だけどそういった新しい習慣を作っていく時も自分が何をしたくないのかっていうのを考えてそこから逆算してじゃあどういう風にすれば自分がもっと楽しかったりとか満足度を得られたりとか幸福感を感じられるのかっていうのを考えて考えて考え抜いて。 あの仮説を立てててやるってことなんですよその筋トレをやるっていうのは最初は筋トレではなくてあの有酸素運動だったんですよ。ランニングマシンとかバイクマシンに乗って工具っていうところから始まってそれは仮じゃないですか。でその仮のやり方でも、まあ、ある程度効果があったんですがあのまあそのうつ病っぽいのは治るっていうそのメリットあったんで効果あったんですがあの痩せないっていうことに気がつきましてあの教えてもらったんですけどでまあそのダイエットして痩せたいんだったらその筋トレやんなきゃいけないよっつって。 でそのバーベルとスクワットをやるようになったんですけれどもだそうやって60点出力でやりながら走りながら考えるっていう感じですよね。そう。だからハウは分からなくていいって言ってるんですけどどういうことかっていうと走りながら考えている間に勝手にいいアイディアがいいアイディアいやまあ僕の場合はジムのお姉さんですよね出会いが降ってくるって感じです。 よくそのチャンスに気が付ける人と気が付けない人とかって言ったりすると思うんですけどチャンスに気が付ける人っていうのは要は目標とかか潜在意識に訴えかけていることとがちゃんとある人ですよね。こういうふうになりたいこういうふうにしたいっていうのがあるからそれに直結するであろうチャンスが目の前に出てきた時に反応できるんですよ。だけど目標とか潜在意識を設定してない人っていうものは、まあ、そのチャンスって日常にいくらでも溢れてるよとかそういう安っぽい自己啓発本にも書いてあると思うんですが。 気がつけないんですよねで結局その愚鈍な人っていうのはその例えば僕の話とかって愚鈍な人っていうのは理解できないわけじゃないですか何言ってんだこいつみたいなこんな長い動画作り上がってみたいな <laughs> あのそういう感じなわけじゃないですかね僕がその「いやメルカリとか別に最初やってもいいですけどいつまでもだだだらしがみつくほどじゃないですよだって規約で禁止されてるし転売が」とかって言っても愚鈍な人は分かんないわけですよいやでも僕はメルカリじゃないとダメなんですよメルカリと結婚したいんですとかなんか言い出すわけですよ まあそうそう結婚したいとは言わないんだけどなんか僕から見てあもうこの人好きで好きでしょうがないから結婚したいんだなみたいな風にしかも見えない。でいやそうやってしがみついていくから金稼げないですし頭打ちになりますしそのアカウント止められたりとかしますしって言ってまあど,んどんどんビジネスがダメになりビジネスがダメになり QOL も下がり QOL が下がるとまあ人生もどん,どんどん終焉へと向かっていくわけですよね。だから 皆さんはその何やればいいんですかとかどうやればいいんですかとかハウとかワットの部分ばっかり考えて小手先のところを見るんですがまあそういうのはもうどうでもいいんですよね本当にもう対局感が全てなんでいつも言いますけどだってハウとかファットとかがすごかったらそのなんだ今朝だったか一昨日,昨日だったか忘れましたけど羽生善治さんが中学2年生の棋士の方に負けましたよね羽生さんの方が絶対ハウもファットもたくさん知ってるはずじゃないですかってキャリア長いんだから だけど将棋とか囲碁っていうものはやったことある人わかると思いますが対局観、ね、におけるその戦争論を具体的にやってる作業っていうものがその駒,の駒をその、ね、将棋盤の上で動かすっていう作業なわけでありその新しい対局観っていったものをその中学2年生の子名の前知りませんけどその子が着想して羽生さんに挑んでそれでもう オーバーバルムしたわけじゃないいでですかいやすすかごいことだとだ思うんですよね羽、まあ、ブ善治に次ぐ第2の新しい才能の誕生だって言われて今ニュースになってるんですけどそういうことなんですよ。だからハウとかワットなんてその子はそんなに気にしてないはずですよ。だってどんなにその今パソコンが普及したからその検証とかやりやすくなってるらしいんですよね。バックテストみたいなのができるようになってるんですけどでもそれは他の棋士だって条件は同じなわけで検証する時間が長いその棋士の方が有利なはずじゃないですか。中学生生よりも高校生の方が 知識量って多い,はずで多いはずであり、高校生よりも大学生の方が知識量が多いはずであり大学生よりも社会人の方が知識量って多いはずなわけですよね。だけどそのキャリア歴が長いハーブ吉治さんよりもその中学2年生の子の方が、まあ、その勝負の時点では強かったわけですよね。まあ、今後どうなるかは分かんないですよ。その時点では強かったわけです。勝ったわけですよね。っていうそういうことがなぜ起きるのかっていうのを。 羽生、まあ、さんとかのですねその将棋の戦い一つを見てもですね感じられるようになった方が良くて。 あのまあ、僕だけが言ってるんじゃないんですよね。もう本当に「how」とか「what」とかもうどうでもよくてですね「なぜ」の部分に皆さんももっと着目されないとそこをちゃんと言語化しない限り皆さんはこれから先も小鉄先の雑魚いレベルのことに振り回されて「何そのアカウント止まったのだ稼げなくなりましたの頭打ちになりましたの」そういったもしょうもないことで悩み始めるわけですよ。で一方で僕はその ハウとかワットの部分なんていうのはその対局感が正しければ細かいこととかって別にどうでもいいんですよ。そのマニュアルに書いてあるのと実際の画面が違いましたとか言ってなんかぐ,ちぐちゃ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 言ってくる人いるんですけど考え方じゃないですかね。考え方が分かれば別にその細かいところが違ってたって現場で軌道修正していくらでもやっていけるわけですよ。考え方さえ正しければだってこあの結果なんて出て当たり前なんだからね。方向性が間違ってるとどんなに努力しても結果が出ないわけですよ。 メルカリの無在庫転売だけで月収20万稼ぎ続けたりとか無理ですしアカウント止まってどん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 ん下がりますし一瞬稼げるかもしれないですけどあの持続的に稼ぐっていうのはもう無理ですしそれはもうあんだけツールが規制されたりとか稼げなくなりましたみたいな人がもうねこんだけたくさん出てる現状を見た時に明らかじゃないですか。だからそこで なんか気が付いた方がいいですよね、もう本当にそういう表層的なところに振り回されて、まあ、どんだけお前、愚どんなんだって思いますもん。はいまあ、で、ちょっと話が逸れたんで、また戻していきたいんですけど、まあ、そんな感じでは塾通いが始まって、多分4年生ぐらいの時に、この日農研ってあの統一模試って言って、なんかバカはとりあえず入れないみたいなのがありまして、入塾テスト、入塾テストっすね、統一模試というか。 入塾テストをこれ確か,なんか1回目はベ弁で受けて勉強しないで受けて1回目は落ちたんですよね。でその過去問なんかをどうしても日常研に入りたいんでお願いしますみたいなお母さんが頼んでくれてそれでなんか過去問対策して受けたら受かったんですよね。 でその過去問題対策もそんなにガチでやったっていうよりかはちょっとやっただけなんですよ。ちょっと3、まあ、ループぐらいですか3ループぐらい、まあ、当時集中できない子どもにしては頑張ったっていう感じでやったんですけどそれでもう受かっちゃってだからちょっとやればねあのなんだろうそうやって方向性じゃないですか違和感。試験問題ってどう,いうどういうふうにすればスコアが上がるかって簡単で傾向と対策を知って。 まあそれをもうひたすら掘り下げて例えば大学受験だったら15年分赤本やればいいんですよねそしたら受かるわけですよね赤本を見てどういう問題が指定されるのか知ってその分野の参考書を手に入れてその参考書をもう極めるとで過去問をもう15年間分暗記できるレベルでやりまくるとっていうのをやれば受かるわけじゃないですかだからそれもさっき言った通り How は分かんんなくていいんですよだから参考書おすすめなんですかとか知りたいと思うんですけどそんな分かんなくていいんですよ。過去問やって、じゃあその二次関数っていうのがその毎年出題されるから二次関数っていうものができるようにならないといけないっていうのが分かったとする。そうしたら本屋に行って薄っぺらい本を全部引っ張り出してね、その中で自分の中で分かりやすいものを選べばいいんですよ。あるいはそういった,いったものを一冊買ってみてやって、しっくり来なかったらまた別のを損切りして買えばいいじゃないですか。 そうだってあの高校、大学受験の,その参考書案っていうのは、もう大体1000円以下なわけだから、100冊買ったって10万円とかそんなもんなんですよね。10万円払って、それで東大とか早期上司とか受かれるなら全然安いですし、それは僕は親が出すべきだと思いますよ、うん。それを出してくれない親っていうのは、もうなんていうか、もうクソだと思ってて、もうそのやつ絶縁していいって僕は思ってるんですよね。教育に投資できない親って、もうはっきり言ってゴミですからね。子供がね、 親がね子供に残してあげられるものってね遺産だって思ってる人がすごく多いんですけど違って僕ら金持ちはどういうふうに考えるかっていうともう知識なんですよね。教育,と体教育を通じた知識とと体験ししか子供に残してやることはできないだから獅子は子供を崖から突き落とすってすごく有名な話があると思うんですがあれはですねもう本当に真理でしてまずその一つの真理としましては。 子うことですよね子供と離れることで親は成長するし子供も自立をしていくっていうか親がその中学とか高校とかになってもご飯作ってあげて洗濯してあげてアイロンかけてあげてとかでやってるといつまでも子供は自立しないし成長しないわけですよだから親が善意でやってるんですけど善意でやってんだけど結果として自分に依存させて何もできない子ど 一人の人間といったもの間子どものために子どものためにと思ってですねやってることっていったものが全然子どものためになってないっていうことがこの国のですね子育てにおいてはただ存在してるわけですよだから僕は今後ですねもし結婚をですね運よくすることができてです、ね、子供を授かることができた暁にはですねその辺の常識なんかも破壊しまくってですね皆さんにシェアしていきたいって思ってるわけですよ、うん、で まあそうやってですね、あのー、対局的な方向がもうあってれば、もう細かいこととかってどうでもいいんですよ、その過去問が、過去問、その傾向と対策を知って、傾向と対策をやらなければいけないのを知って、やるという方向に、自分が順張りをしたときにですよ、どの参考書を買わなければいけないかとか、 じゃないその統一模擬,模擬試験どこで受けなければいけないかとか別にそのね E 判定なのか D 判定なのか出ればど,どの予備校だって別にいい,い,いわけじゃないですかねかそんな細かいこととかどうでもいいわけですよ体格観があってればっていうのにやっぱりなんだろうな僕もこの日ノ研に初めて受かった時に気がつかなければいけなかったですよね すすごい表層なんですよね家庭教師をつけて無理やり試験を試験,ん試験というかまあ中学受験の,その成績をなんとかしようとかまあ親が考えてやってくれてるんですけど東大の家庭教師つけて成績上がらないってもはっきり言ってありえないことだと思っていて、えー、まあ途中でその変えたりとか今振り返ればいろんなそのアイディアがあったと思うんですがなん、あのー、だろう そ,のそれも最初なんでねその東大の家庭教師つけたのに鈴き上がらないって最初の話に戻るんですけど意思の問題ですよね本当に心の底から「ドラゴンクエスト断捨離します友達断捨離します」もう全部自分の自由時間をその麻布中学麻布学園の,その進学のために捧げることができるのかできないのかっていうところですよねそれを捧げてでも本当に行きたいのか麻布学園にっていうそこじゃないですかでその上で行きたいって思えたならきっと僕はできたと思うんですよ だけどそれを思えなかったからまあそのやめても他にやることねえしその地元の中学とか行くのなんかかっこ悪いからとかなんかそういうすげえミーハーな心で勉強に向き合ってるから結果が出なかったっていうことなんですよ。だから僕ははね本当にに皆さんに伝えたいのは 人間っていうものはその意志の力によってどんなことでも成し遂げられるっていうことをね本当に伝えたくていろんな自己啓発本にこれ書いてあると思うんですよ。ですごい安っぽい表現だなって今自分で口を動かしながら感じているんですがでもこれは本当のことでございまして僕がだって今成し遂げたこととか今やっていることもかつての僕がそうなりたいとすごく強い渇望 デザイアを持ってそれで取り組んできた結果今の僕に至るわけじゃないですか、うん、ね。女の人と話せないとか話せるようになりたいとかって思った時があったわけですよ。思,思ってそのそれをすごく強く渇望したらいやなんか別に普通に <laughs> 普通に話せるようになったわけですよ。ね、<laughs> なんなら一人ごとつぶやきすぎてなんだこいつみたいな感じで勝手に振り返られる 2人とかもすするまででになったわけですよ、まあ、それはなんかあの話の接点とか作りやすいからいやこれ応用していけば別にナンパできんじゃねえかみたいなことを最近思うわけででもナンパってのは僕の中ではねあの制約率が悪いというかそのまあパ何だろうセフレを作るだけだったら別にダメじゃないとは思うんですが別に僕セフレ欲しいとか一切思わないのでパートナーが欲しいだけなのでまあナンパ結構どうでもいいかなっていう感じですねだナンパをやるとその何だろう マインドが強くなって、その人に話しかけられたりとか、対コミュニケーション能力が上がるっていう考え方があるらしいんですが、それは結構認めますね。それはなんでかっていうと、営業でもなんか最初飛び込み営業とかやらされたりとかあると思うんですが、そういうのって別に意味あるのかないのかとか、制約率の悪さって尋常じゃないからい低いんですよね、飛び込み営業って。テレアポとかそうですよね、だってもうスパム電話ですからね、なんかもう電話かかってきたら僕は今死ねとか言いますからね、普通に。いや、お前、親泣いてんぞとか言って、煽りますもん、ほ、うんに。 いやなんかそんなね、はっきり言ってこのスパンみたいなことやってね、あんたそんなことやるために生まれてきたんですかとかっ,って煽るんですよ。話はいいとして。まあ、それ以前に出なかったりすることも多いんですけど、運悪く出たら営業だった場合は、そうやってもう煽りまくって、ディスりまくって、もう徹底的に叩き潰してまあ終わらせるんですけど、なんか、え、何の話でしたっけ。そう、だからそういうふうにして、うん、細かいこととかも本当に気にしなくていいっていうのと、ああそう潜在意識ですよね。潜在意識をちゃんと持つ っていうことなんですよスパムやってる人たちも、うん、なんか多分やらされてると思うんですよね。本当にやりたいと思ってやっているとは僕は思わなくてあの本当にやりたいこととかがまだ分かんないからそういうことやっちゃっていると思うんですよ。だちゃんと自分のやりたいことやってお金稼げて経済力を持てたら絶対にそんなスパムとかやんないでしょテレアポとか。だけど最初入り口としてそのテレアポとかそのナンパとか。 あそえー、訪問販売とかそのなんだあ飛び込み営業か飛び込み営業みたいなのをやることによって、まあ、変なその自分のプライドとかあなん,なんていうんですかそのこだわりですよねプライドとかこだわり持ってても金稼げないと思うんですが、まあ、そういったものを破壊する上ですごく効果があるっていうことなんですよ。だすごい大きな精神負荷を自分に与えることで心も筋トレと一緒なんで心の筋肉が強くなって。 強くしなやかな心が養われていくんですがそれは結局どういうことかっていうと負荷を与えているっていうこれなんですよ。でその精神レベルでの成長が弱い人っていうものはどういう人かっていうと心に負荷を与えるっていうことができてないですよななんとなく快適な環境でなんかお互いのことよく分かってる人と付き合ってもう何も捨てずに断捨離しないで毎日を生きちゃってるから何も変わんねえんだと思います。それをててて切り捨てて 彼氏切り捨てる、彼女切り捨てる、親切り捨てる、親,切る親戚切り捨てる、えー、僕だったら何、乃木坂を切り捨てる、すげえ嫌なんですけど <laughs>、乃木坂切り捨てるとかってやった時にですよ、おそらく、おそらくというか、やっぱその次のステージに行けますよね。僕は別に今乃木坂切んなくても別に金稼げてますから切らないですけど、というか僕は乃木坂から普通に人生を学んであの成長していますし、乃木坂から学んだことをメルマガで書くと面白いとか言われるんで、あの、なんか、いや、なんか、ああ 俺が好きなことやってみんなの役に立つならこんないいことないやんけみたいな報酬回路ができてもう今日も夜な夜な乃木坂の動画を見てしまうってこれなんですよわかりますだから僕は別になんだろそのアニメ見ようがそのサイコパスを見ようが全部ビジネスに生かして話せますしその乃木坂の,そのドキュメンタリーとかそのねバラエティとか見ても全てビジネスとかその何成功哲学人生哲学 QOL 哲学に生かせますし全てつながってるんですよ だから僕は別にいいですよ。僕は例えばさ、そのドラゴンクエスト何、何 11? ?11?12?11 かな出ると思うんですけど夏、夏。やったらやったで別に普通になんか学べると思うしね。学べてみんなに話せることがあると思うしね。まあ、ただ、多分やんないと思うけどね。まあ、気が変わったら、なんかプレイステー a t i 4もう一回ぐらい値下がりするとか、この間ニュースで見たんで、もしかしたらやるかもしれないけど、でも今、ドラクエより面白いことを人生で見つけちゃったから、別になんか。 うん、ドラクエよりもファイナルファンタジーの方が今好きだし、うん、やんないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うん、まあいいやで、まあ、話戻していきたいんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、日野県に受かってでこれはあのー、どこかのメルマガで話してると思うんですけどあの野口先生っていう人との出会いが日野県であってで僕はですねその世の中で先生とつく職種の人間っていうのはろくなのがいない。弁護士その会計し 何コンサルタント。もうろくな人間がいないわけですよ。学校の教師、大学の教師とかもうろくな人間がいないわけですよね。その医者とかね。だからろくな人間がいないから、先生とか呼ばれるようになったら終わりだから、俺のことを先生と呼ぶんじゃないとかよく言うわけですよ。ね、細野先生とかって言ってくれる人いるんですけど、先生って感じじゃないんですよね。だって、先生っていうのはなんかもうちょっとなんか硬い感じで、うん、だから普通に細野さんでいいですよね。細野さんって呼んでくれればいいですよ。うん、細野さんでいいですよ。 でただ僕がそのいろいろ出会ってきた先生の中でこの人がいたから今の自分がいる今の自分の礎を作ってくれたっていう人との出会いが日常研であってそれが野口先生なんですよね。で野口先生っていうのはねあのね、まあ、現代部なんですよ国語を教えてる先生なんですよ。 で国語を教えてる先生なんだけどね、いつもね、授業が始まるとね、まあ、今の、今で言うところね、そのマインドの話から入るんですよ。中学受験っていうのを志すお前たちに、絶対に覚えておかなければいけないことがあるとから、まあ、何言われたのかとかね、あんまあ、正直、野口先生には悪い,悪いんですけど、覚えたんですけどね、とにかく最初、まずマインドの話が始まるんですよ。で、マインドの話が始まってから、その実語と就職語の関係とか、まあ、そういうテクニックの話みたいなのが始まって。で、 これは、ね、あのジュラヤさんに言われたことなんですけどマインドを教わった人のことっていうものは生涯忘れないっていうふうに言ってるんですよねマインドテクニックを教えてもらった人のことっていうのはすぐ忘れるんですよこれ誰から習ったのかって覚えてないですよもうモノレートの使い方とか誰から習ったかとか覚えてないですよねもう全然覚えてないんですけどだけど なんかそのビジネスをやる上でのマインド思想とか例えば僕の動画を初めて見て僕のマインドに共感してくれた人であれば僕のことを多分一生忘れないと思うんですよね仮に僕から離れたとしても僕のそのビジネスとか人生におけるマインドセットの礎は細野さんから学びましたっていう風に覚えると思うんですよでそういう出会いって僕はすごく尊いと思っておりましてあの国語を教えていた野口先生との出会いがやっぱり僕の場合はその最初の今のような僕を作る ステップににななっったのかてていう風感じてますでそれはどういうことなのかっていうとなんか野口先生結構本気で怒ってくれるんですよね課題とか出してくるんですけど僕は課題とかめんどくさいからやらないでシカドして毎週何かミニテストみたいなのがあるんですけどそのミニテストとかも常になんか2点とか3点とか喧嘩売ったような点数でなんかもう、ね、眠いしとか言って炭水化物作ってから眠いんですよ炭水作って眠いから授業中とかも寝たいとかでやってるんですけど本気で「遅ーとか何か言って怒ってくれて。 うん、いや怖えこの人とか言って思って怖,怖えからなんか最初は従うんですけどでもなんかそうやって従ってやっていくとなんか国語だけいい成績とか毎週日曜券でテストあるんですけど土日になるとなんかいい成績とか取れたりとかするんですよね言われた通りにやるとやっぱり。でその時もあのなんか職員室に呼び出されて「いやまた俺野口先生に怒られるのか」とかって思ったら「お前これ成績ええやんけ」とか言ってなんかすげえ褒めてくれるんですよ。 で、なんか、日野県って、今どうなってるのか知んないですけど、成績で席順が止ま決まるんですよね。1番、2番、3番、だから、乃木坂でいうところの、のセンターにいるやつが一番強いみたいな、センターが1番で、そのサイ、サイド、左右にいるやつが2番、3番みたいな、センター、マイアン、えー、その2番目、えー、西野七瀬ちゃん、3番目、生田絵里香ちゃんみたいな、そういう感じであの順番がついてくるんですよ。まあ、乃木坂はね、また別の序列があると思うんですけど、分かりやすく説明すると、そんな感じ。で、僕はね、 成績が悪かったんで、いつも後ろの方の席なんですよ。後ろの方の席っていうのはどういうことかっていうとね、要するにバカってことですね。成績が悪すぎるから、試験の点数が低すぎるから、もう一番後ろのような、後ろに座らなければいけない。で、頭にいいやいっていのはもう前に座って、もう一番いい条件で成績、あ先生の話聞いて、さらに成績が上がるっていう、まあ、言ったらカーストですよね。まあ、はい上がれるんですけど、まあ、なんていうかそういう階級社会みたいな、スクールカーストみたいなものがあって、まあ、なこ子供ながらに、だから今のその、 AKB とかでいうところの,そのなんか選抜総選挙みたいな感じなんですよ。だからその選抜総選挙っていうのは年に1回で、その乃木坂であれば毎回シングル選抜って、シングルのために選抜メンバーが切り替わるんですけど、もっと早いサイクルなんですよ。もう毎週シングル選抜発表されてるみたいなもんです。今週のセンターは白石マイクみたいな、ありがとうございますみたいなそう、そういう感じです。別にありがとうございますとか言わないんですけど、もう毎週順位付けがされる。日曜日に試験終わってんのに、月曜日にもうあの通熟すると、もう。 コンピュータータでやってて、当時コンピューターでやってるぐらいだから相当すごいシステム持ってたんでしょうね。もうそれであの結果が分かって何て言うんでしょう,もう順位付けが順位付け席順がもう決まっているっていうそういう状況になっててあの僕はそこでですねあの最初の負け癖みたいなものがついたんですよね。要は試験受ける… 成績悪いどうせ今週も俺は後ろだろうみたいなそ,そういうオーディナリーワールド日常世界が設定されてしまって勉強やっても上に行けねえんじゃねえかなみたいな東大の先生ついてっけど俺無理だろどうせみたいな感じになってきてでプラスその意志力としてそんな後ろにいる自分は別に恥ずかしいとか思わなかったですしいやなんか別にやる気ねえしいいだろうみたいな俺はこんなもんだみたいなこと思ってたんで、まあ、成績も上がらないだけどなんか僕が野口先生からすっげえ褒められたことがあって それは何かって言うと、あの別に試験の成績とかって関係ないんですよ。要は右脳を試される問題を出されたんですよ。で、どういう問題だったかって言うと、あの物語を読んで、この物語の続きをあなたの言葉で考えて、作文に書いて提出し,、ま、しなさい。みたいな課題が出て。 でなんか僕はそういうのすげえ得意なんですよ。そういう答えがない問題とか出されるとすげえあのやりやすいというか、基本フリースタイルなんで、今もなんか、他の人と全然違うスタンスじゃないですか。この人どんだけ、あ乃木坂の話すんだみたいな、<laughs> そういう感じじゃないですか。まあ、乃木坂本当に好きなんですよあの。ビジネス乃木坂ではなくて、金が儲かるから乃木坂の話してんじゃなくて、俺、本当に乃木坂好きなの。マインすげえ好きだって思って、毎日生きてんだよ。 本当にでも好きなメンバー最近増えてきたんですけどね最近はねアンダーメンバーっていうのを覚えてねアンダーメンバーの子,こ子がどういう子なのかとかどういうパフォーマンスができるのかとかね,研究してね,もうね乃木坂ファンの人と、ね、だんだん話せるようになってきて今鍛錬してます毎日勉強してますからね毎日動画見て研究して AKPEDIA っていうその AKB グループアイドルのウィキペディアみたいなページがそこを読み込んでああこの子こんなことやってたのかすげえなー立派だな とととかかか言っっっててもリスペクトしたりとかそういういやったりとかやってるんですも、まあ、話戻すんですがあのそうやってなんか答えがないことを問われるとすごいあの得意というか成功できた初めての体験がその野口先生から出されたあの国語の,その問題でして物語の続きを自分で考えなさいみたいなことを出して大抵の人はね出しても。 いやつまんねえからお前書き直せとかって言われて、えつまんねえから書き直せとかね、ペーパーテストでしかで、ね、試験出,な出せなの結果が出せない子ね言われるとね、すごい辛いんですよね。ペーパーテストはね、まあ、常に絶対的な答えがあるんだけど、その野口先生の問題は答えがないんですよ。だけど僕は普通に自分で考えて、一発で出して一発で合格なんですよ。お前これすごくいいなと。お前一発で合格だから帰ってよろしいみたいなこと言われて、で僕はその時にあの、なんだろう、小説書くの好きな人とかっていると思うんですけど、 僕も自分でそのストーリー書いたりとかあの空想にふけったりするのすごい好きでしてそれはその前回の,あの動画でもお話しした通りそりレゴをやってたりとかしたっていうのがすごく影響してて、まあ、レゴっていうのはそのブロックっていうバラバラの部品を、ね、自分のアイディアで自由に作っていいっていう本当にその野口先生が出してくれた課題と一緒なんですよ答えとかってないんですよでもちろんその海賊船を作りましょうみたいなキットがあってそのキットの手作り通りプラモデルでやっていけば あのできるっていうものもあるんですけど僕はその完成したものにアレンジ加えたりとか別の組み立て方したりとか他の部品とかをく,あのくっつけてみたりとかあるいはそれをばらして全く別の作品を作ってみたりとかそういうのをやるのが好きだったんですよ。でその時の経験やあるいはその音楽をピアノとかやってたっていう経験が、まあ、今その右脳的な発想があの割と得意だと思うんですが。 今にすごい生きておりましてこれはねかなり大事なんですよね僕の中で,で僕がですねあのなんか国民名誉賞とか人間国宝とかを認定する機関の一番偉い人だったらねもう野口先生はねだからキングダム・オブ・細野祐介の中ではねもうほにね何ていうかもうすごい名誉賞というかねもう勲章をあげたい人ですねはいもうそのぐらい僕の人生を変えてくれた人です、ね、でそれって覚えてるんですよだって20年前とかっすからね20年以上前に その片田舎の何中学受験の塾で出会った先生のこととか20年後も覚えてるんですよ。これはやっぱその先生本業をね冥利につけるというかね野口先生はまだあのご在名かっていうのは存じ上げませんけれどもきっと喜んでくれると思ってていや本当に尊敬してる人ですね、はい、お酒がすごい好きだった人っていうのも覚えてますけどね今も元気だったらまたいつか会えたらいいなっていうふうに思ってます。 うん、だ日野県の話はそんな感じ。あとはね、あの日野県に通い始めたときに、小じを始めましたね。これもね、メルマガで書いたと思うんですけどね、あのなんだろう、その当時、常磐線っていうね、まあ、JR の電車があるんですけど、その網棚があるんですよね。網棚に、網棚にジャンプとか、マガジンとか、チャンピオンとか捨ててあるんですよ。 でも大体ね、あの塾終わって帰ってくるのって夜の9時とかなんで、もう読み終えた、ね、マガジンとかチャンピオンが必ず網棚に置いてあるんですよ。で、それをね、あの松戸駅とかね、柏駅で乗ってね、あの持って帰るっていうのがすごい楽しみで、あとはなんだあの、駅に設置されているゴミ箱があると思うんですが、今ってセキュリティが厳しくて開かなくなってると思うんですよね。あの特殊な道具使わないと開かなくて、その特殊な道具も自分で作って開ける人とかたまにいるんですけど、<laughs> すげえな、たくましいなとか言って思って見てるんですけど、昔はなんか普通に、 あのフックがかかってててるだけけででをカチッ外外せば外せば中開けられたんですよねで僕はその日のけんが終わると毎週月曜日ジャンプの日なんですが毎週月曜日はそのジャンプをこじきしてその家持って帰ってまずそのドラゴンボールを読むんですよドラゴンボールだけ読んで寝て次の日はもう小学校持ってって授業中つまんねえからもうずっと読んでるっていうで読み終えたのをその友達にあげたりとか あのー、友達に回し読みしたりとかそのお金持ってない貧乏な子とかいたんでその子でそのドラゴンボールとか好きな子とかやっぱいましたからその子にあげたりするっていうのをやってましただからお大えになった時に最初は道端に落っこしてるもん拾って売るとかってやってたんですけどなんかその古事記ビジネスの原型をですねこの小学校ぐらいの時に形成したっていうのが今にすごい生きてますねだから道端に落ちてるもん拾うのとかって まあ大半の人はできないと思うんですけどプライドがあって僕は未だにできるんですよあの道端に、まあ、六本木とか歩いてると普通にルイビトンのカバンとか捨てちゃったりとかってあるんですよねなんかすげえとか言って思うんですけどだから僕は普通に拾ってなんかリペアしたらあのなんか儲かんじゃねえとか言ってリペア持ってったりとかってやっててそうなんですよね未だに普通にこじとかってやってますしいや別に恥ずかしくないし地球環境に優しいしなんで拾っちゃいけねえんだみたいな感じなんですがなんでそういうことができるのかって申しますと あの日常期に通った時からやってたっていうそういう感じですねはいでちょっと長くなってきちゃったんであの少年期に入りたいんですけどでまあ中学の話ですかね高校ぐらいまで行けるか行けないかって感じですかね今日多分今40分ぐらい話してると思うでもうあと2 3 0分ぐらい話しますねでまあ中学はそのいろんなところで話してる通り全寮制の学校だったんですよで、まあ、受けた学校としましては、まあ、これも隠す必要ないんで全部言いますと なんだっけな、茨城、茨城、取出市って茨城ですよね。江戸川取出学園。今も多分あると思うんですど結構頭いいとこですね。江戸川取出学園と、まあ、行政国際ですよね。行政国際と、この2つだけですね、受けたのは。で、まあ、行きたかったところは、んあんまあ行きたかったところ、な行きたい学校は僕なかったんですよね。麻布ぐらいですね。 行きたい学校はアザブなんですけどまあアザ布やっぱ行くのむずいんですよねでまあそのこの時アザブ学園にミーハーで行きたかったんですけどその分かんないですよ分かんないですけどやっぱ真相レベルでは港区を求めていたっていうのはあるのかなっていうのは思いますよ今仕事してるところの本当にに歩いて1 0分ぐらいのところにアザブ学園ありますかね一回見に行きましたもんね あ,あこれ俺が行きたかった麻布やんけみたいなこんな近場にあんのかみたいなで周りにすっげえなんかね高そうな家とかあってねめちゃくちゃなんか金持ちが飼ってそうな犬とかが歩いててねやべえ本当の金持ちが住んどるでここみたいなすげえ気持ちが上がるんですがなんか結局そういった子どもの時に活動してたものも形はまだ変わっていてまだ港区には住めてないんですが、まあ、今後その 年収が2000万3000万1億って上がっていくにつれて、まあ、生活の拠点もですね港区に移そうと思っておりましてやっぱね日常世界をねどこに置くのかって大事なんですよね僕はその都会に住めやっていうのを言うと思うんですけどなんで都会住めってみんなに言うのかっていうとあの基準値が高いんですよ田舎って基準値が低いんですよなんかもう成長しない人しかいないんでだけど東京っていうのはすごい厳しい場所であり港区なんていうのはもうその競争社会に勝ち抜いた人でしか住めないんですよ 安い部屋でも普通に家賃30万とか40万とかして払えないじゃないですか。皆さんの月収が家賃なんですよ、だって払えないじゃないですか。だけどやっぱそういったものを維持しようと思ったら、ビジネスで成功してたりだとか、その本業でもその外資系の金融に,に勤めてとか、そういった戦略コンサルティングファームに勤めてとか、そういった成功しなければいけないですし、非石への,あのベンチャー企業に勤めるとかね、メル,メルカリに勤めるとかね、もうそういうふうにしていかなきゃいけないわけであり、そういった人が生き残っている。 生き残ってる人しかそこに住めないんですよ。生き残って成功してる人しか港には住めないんですよ。あるいはもう財を10億、100億とか作っても、リタイアした人しか住めないんですよで。そういった場所にですよ、自分の身を置くことによって、なんか街中に普通にポルシェとかパン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 走ってますした珍しくないんですよね、もうポルシェ走りすぎてて。だかそのフェラ、皆さんが好きなそのフェラーリなんかもポン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 走ってますし、まあ、ベンツなんてのはもうはっきり言ってカローラレベルで走ってますし。 港区っていうのはあれ,あれですからね、メレセデス・ベンツが日本で最も車両登録が多い場所っていう風に言われてて、もう国産車よりベンツの方が走ってんじゃねえかぐらいな、今日はだってあれですかね、ロールス・ロイスのオープンカーかなんか4人ぐらいの、なんかすげえ、エグザイルみたいな兄ちゃんがね、エグザイルだったのかな、分 <laughs> かんないんですが、走ってて、うわ、チャラいなとか言って、思うと同時に、いや、でもこの人たちすごいビジネス頑張って成功したから、こういう車乗れるんだろうなって思ってリスペクトしたんですよ。 でそういうのが当たり前に日常の皆さんの地元でロールストロイとか走ってますうポルシェとかそのフェラーリがない日産マーチレベルでピン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 走ってますホンダビッツレベルで走ってます走ってないでしょでもそういうのがやっぱり走ってるとなんていうの,その車に興味ない人はあれかもしれませんがやっぱりなんていうのそれが当たり前になってくるんですよポルシェ乗れて当たり前フェラーリ乗れて当たり前みたいなましてやベンツなんてどんなバカでも乗れるやんけみたいな感じになってくるんですよそうするとやっぱり 気持ちも上がりますし気持ちも上がってくるともっとやろうとかもっと努力しようとかもっと頑張ろうっていう気持ちになるわけであり別に僕はみんなに港区に住めって言ってるのではなくてそういう視点であのなんて言うんでしょう生きてほしいんですよねそういう憧れを持ってあのやってってほしいっていうのをすごく思っておりまして。 そういうい意味でやっぱりそういう何て言うのかな刺激とか成長とか憧れの対象っていうものはまあその田舎に全くないと言ったら嘘になるんですけど沖縄の海きれいじゃんとかいう批判が来るんでねだけどやっぱりその沖縄にしてもやっぱ那覇市とかやっぱそういった大都会的なところに身を置かないと成長が止まりまして、基準値が低いし負け犬しか周りにいないので上がっていかないと思うんですよ。 だから僕はあの無理してでもやっぱり都会には出てきてほしいですし若い時ほど都会に出ていかなければいけないですしあの年を取って敗北した人生を歩んでしまってる人もですねもう一回立て直すっていう時にですねあのもしできるのであればもう一回都会を目指してほしいなっていうのは思います。はい、でまあ中学の話ですね。だかあまあ,あの麻布学園は、まあ、受かることはできなかったんですけど。 まあ結果としてその僕がなんで受験に負けてしまったのかって、まあ、これはもうアウトプットしなかったから負けたってこれじゃないですか。<laughs> ね、アウトプットしてれば勝ったんですもうアウトプットができれば多少その教える先生がしょぼかろうが、うん、だってその日野の県のカリキュラムなんて完成してるはずなんだからもうノウハウとしてもう絶対的なものなんですよそこに異論,異論意義を挟む必要ってないはずなわけでありなぜならば先ほど言った通り日野県に通って麻布に受かってる人がいる以上自分も合格できておかしくないはずなんですよね。 そんなだって10歳12歳の段階で能力に大きな差がつくはずないじゃないですか。生まれてく3歳歳でで生ままれてててピアノ始めて9年間やってますとかそういういだったら差つくかもしれないですよだけどほとんどの人っていうのは小学校3年とか4年とかなんなら5年ぐらいになって通塾を始めるわけであり勉強を始めるわけでありあのなんだその大橋希ちゃんかなうんその最近すごく有名な学校に進学されたっていうニュースになってたと思うんですが大橋希ちゃんなんてのは。 1>, 1年間、その芸能活動をストップして勉強しまくって、なにその、御三家と呼ばれるような、え慶応かなんか受かったんでしたっけ慶応に合格したわけでしょそういうのできるわけじゃないですか。だから、関係ないんですよ、そんな1年、そんなその10歳とか11歳レベルの能力っていうものは。関係なくて、その仮にそこで差がついてたとしても、あの、なんだろう、その、僕の、ともあの僕はその、 大学時代にアメリカのコロラドって場所に語学留学行くんですけどその時に来てた一緒に来てた親ぎく君っていう人がいるんですけど親ぎく君の兄貴は早稲田実業なんですよで早稲田実業って調べてもらうと分かるんですけどすげえ頭いいんですよだけど入ってから頭悪くなっちゃったっていうのを言ってんですよね大学受かんなかったっつってもう入って入って安心して勉強しなくなっちゃったみたいな の言ってて12歳とか13歳の段階では親行のくの兄貴もすげえ頭良かったはずなんですよ早稲田実業に現役で受かってんだからでしょでそのままストレートで早稲田大学まで確か行けるはずなんですげえじゃないですかだけど大学行ってないんですよ途中で退学しちゃってなんか今ニートですみたいなこと言ってたんですがそういうのになっていくわけですよだからなんだろうそのまあこれを聞いてくれてる皆さんがどういう方なのかって僕はあの想定してないですが例えば中学受験を控えるお子さんとか中学受験 を終えてあるいはその中学受験に失敗してしまったお子さんとかご両親が聞いているとしたら別にへこまなくていいと思っててあのいつも言うんですけど最後に勝てればいいんですよね最後に東大受かればもうなんかもう周りの人間っていうのは勝手に自分のことを崇めてくるんで東大様みたいな感じなんで薄っぺらい人間ばっかっすからだからなんか別に 中学受験で失敗しても周りの,そのバカ学校とかしか行けなかったとしても高校受験すればいいですしね僕も高校受験しましたそれで高校受験しましたし高校受験してその、まあ、僕は付属の学校っていうクソしょっぱい選択を選んでしまったんですがあのコスパの高い高校ってその東,洋ん東洋経済ビジネスとかが発表してると思うんですけど要は入学時点の,その偏差値はそれほど高くないんだけどあの 教育プログラムが優れていて有名大学への進学実績を多数出してる高校っていうのがあってそういったところに入れてあげればいいと思うんですよね。成績は悪いんだけどあのすごいポテンシャルがあったりとかいい大学に行きたいって思ってる子がいるなら。 あのまあ、僕みたいに麻布とか行くのは難しいと思うんですが教育プログラムが優れたところに入れてあげて環境ですよね本人に意思がある限りにおいて東大に受かる可能性っていったものはどんな人にも開かれてるはずなんですよだから僕が、まあ、今別に行きたいとか思わないですよ思わないですけど心の底からですよ生まれ変わって心ここの底から東京大学に進学したいっていうデザインをなぜな何か抱けたとしますよねそれはかっこいい先輩がいたとかすごい憧れの研究者がいたとか何でもいいと思いますそういう憧れがあったとして 思えたなら10歳とか8歳の段階でもう東大行けると思いますもんそのマインドでやっていけば絶対行きたいって思えたならいけると思いますそれは親に言われたからなんとなく行きたいと思ってやってるんじゃなくて本当にやりたいと思ったからやるってこれなんですよ乃木坂のメンバーとかでもやっぱ上位に行く子はあのその途中で何だその学,業学校との学校と芸能活動の並行が禁止されていて あの休,なの休業してることがい,いんですよねで休業してるのにまた戻ってきて選抜に選ばれることかっているんですよ、それなんでそういうことが起きるのかって意味不明だと思うんですが、だって選抜から漏れてる間、他のメンバーといったものは芸能活動、仕事の現場でプロフェッショナルとして活動してて、経験値に差がついてるはずなんですよ、だけど休んでいたのにまた選抜に入れてもらって、1列目とか2列目に入るんですよ、それってすげえことだと僕は思っておりまして。 なんでそういうことができるのかっていうとその休んでる間もそのメンバーが出てるテレビ番組っていうのは見て PV とかも自分が出演しなかった作品に関してはもう見て自分で覚えるようにしたりとかあの努力をしてまた自分が選抜に選ばれたい選ばれる状態といったものを強くイメージしてその匂いとか空気感とか世界観までも完全に自分の中でシミュレートして生活してたからじゃないですか。 だからもう、まあ、長いことかだと本当に年単位とかで休業とかってあったりするんですが戻ってきた途端に選抜メンバー選ばれて「なんじゃこれは!」みたいな感じのどんでん返しが起こるわけでそして最後に勝てばいいんですよまた途中で休んで私今回選抜辞退しちゃったからちょっと遅れちゃったなとか言って凹まなくてよくて。 また次の選抜に、次のせ、次のその、なんだ、新しい楽曲が出たりとか、そのライブが始まった時にですよ、その時に自分がフロントメンバーとして復帰できれば、そんなの関係ないんですよ、最後に勝てばいいんですよ。だから中学受験で負けても、高校受験で勝てばいいですし、高校受験で負けても、大学受験で勝てばいいですし、大学受験で負けても、就活で勝てばいいですし、就活で負けても、起業して勝てばいいんで、分かります 敗者復活戦っていったものが人生には何回も何回も用意されてるんですよ。そしてビジネスっていったものはその究極形態でありどんな人でも受け入れ,れるバックグラウンドっていうものを持ってるんですね。僕みたたいにに偏差し30だった人間もビジネスに参入できますし 偏差値60の国立大学で出てた子も参入できますし海外の大学で出て日本に帰国してきた子も参入できるし兄とやってたお兄ちゃんお姉ちゃんも参入することができるもういろんな人に平等に開かれてるんですよで受験っていうのも同時に平等ですよねモノウハっていったものは完全に確立されてるわけですよ二次関数の解き方っていったものは今も昔もこれからも変わらないんですよ歴史とかか若干変更があるかもしれないですよだけども歴史も対極的にはその紀元前っていうものと紀元後があってっていうその概念レベルのものは変わらないわけで でありそのキリストが本当にいた,いたのかいいななかかったのかみたのみ議論はありますけど変わらないわけですよこれから,も、ね、からその対局的な流れが適切であればもう勉強なんていうものはうまくいって必然なわけでありそして今言った通り受験っていうのは極めてフェアだと思ってて正しい勉強法と正しいマインドセットで取り組めばどんな人でも東京大学に行,く行ける可能性っていったものは開けてるわけですよね。私はあなんだ 生まれながらに貧しい家庭に生まれたから東京大学を受験する資格はないですかそれないですよね。どんな人でも願書を取り寄せることはできますし、試験を受けることはできますし、試験に合格することができれば東京大学に進学することっていうものができるわけですよね。だからすすごくフェアなんですよでビジネスも 別に私女だからビジネスできないとかないですよね。私シングルマザーだからビジネスできませんとかそういうのないですよね。どんな人にも平等に開かれているわけであり、できるわけであり、そこにですね、ちゃんと意思を持ち、理想を持ち、正しい環境を作り、正しいノウハウとスキームを学び、愚直にやりまくるっていうのをやっていけば、アウトプットしてやっていけば、成功できるんですよ。などんな人でも東大に行けますし、どんな人でもビジネスで成功できますし、もっと言うと、どんな人でも人生で成功できるってことです。 どんんな人人でででも人生に圧勝できるんですだから僕がなんか「安田さんストイックだからそんだけ成功できるんですよ」みたいなことをたまに言われるんですけど「いやお前やってねえだろ」みたいなこと思ってて。 ストイックとかなんかそんなこと言っちゃってる時点でお前よ流なんだよって僕は思ってて。だからその先ほど冒頭でも申し上げた通り、別に辛いとか思ってないんですよ。筋トレするの辛いとか思ってないんですよ。セックスより楽しいと思ってやってんですよ、僕は。セックスよりも筋トレやった方が全然楽しいやんけ、みたいな感じなんで。いや、ナンパスより筋トレでしょ、みたいな <laughs>。まぁ、乃木坂と筋トレをちょっと比べられると、いや、まあもう同じぐらいみたいな感じになってくるんですが、まあそれはいいとして。だからまあそんな関係ないんですよ、本当に。うん。最後に勝てばいいんで、 まあ今回いろいろまた話してますがあのー、もう1回2回負けたぐらいでへこんでしまうと思うんですが、あのー、経験がないからね。だけど人生レベルで考えれば人生っていうのはやっぱ普通に生きてたらやっぱり50年60年で生きてしまうわけですよ。 ね、平均寿命から考察するとも同じだったら80年とかいけるわけですよ80年レベルの人生でですよそんな1個や2個うまくいかないことでへこんでたらねこれから先の人生生きていけないんですよね当たり前なんですけどだからどんな状況になろうがどんな立場になろうがどんな年齢になろうがですね自分がちゃんとどうなりたいのかっていうのを考えて目的意識を持って生きていけば、まあ、人間 変わっていけると思いますし、実際変わっていく人っていうのは、まあ、僕は僕自身もそうですし、いろいろ見てきたんで。だって僕なんてもうね、もう,もう34になったわけでもういいとしたおっさんなわけでもう成長しないはずなんですよ、この34になったら。もう34になったらもう成長なんて全くしないはずであり、もう人生終わったみたいな感じなのが自然だと思うんですよね、世間的には。だけど僕は成長してますし、変わってますし、進化してますし、ますます金を稼げるようになってますし、そういうになっていくわけですよ。だからそんな関係ないん,ですだからちゃんと目標を持っってて潜在意識使って毎日を ちゃんと丁寧にですね真剣に乃木坂のようにやっていけばですね勝つんですよ人生ってのは分かりますよだから乃木坂を研究すれば人生が分かりますよはいでまあそんな感じで全寮制のこの行政国債っていうところにあの進学をしたんですがまあちょ今日はぎょちょ長いんで行政国債のところまで話します行政国債の話も結構長くてまずねその 入学して最初にやらされるのがまず効歌を覚えさせられるそしてなぜかフランス国歌を覚えさせられるっていうななんだっけアロンザ・ファンドゥ・ラ・バットリーみたいなそういうわけわかんない歌があるんですけど意味知らないですけど今でも歌えるんですよだからフランス国歌フランス国歌をなんか覚えさせられたっていうのを覚えてますねで体育館に集められて毎日よくわかんない歌を歌わされてなんてその入学式の練習だとかってやらされてで最初にね習ったのがね、まあ、これマインドから教育されるんですよ マインドっていうのはまあどういうことなのかっていうとまず挨拶ですよね挨拶はもう先輩先生寮長先生にやったらもう必ずしなさい挨拶しないともう殴られるレベルそして全体優先っていうのを習いましたね全体優先っていうのは何かっていうとあとまあいろいろありますね5分前の精神とかいろいろあるんですけど、まあ、全体優先にこの5分前精神っていうものが含まれるんですがあちょっとまた固まりましたしばらく待ってください あ復帰した要はそのじゃ僕がドラクエやりたいとか言ってやってもやっぱ食事の時間になったら食事に集合しなきゃいけないって分かります <laughs> みんなでいただきますっていうんであの中学1年中学2年中学3年一緒になっていただきますっていうんでいやドラクエやりたいからあのご飯20分後でいいですとかそういうのは寮生活では通らない、まあ、社会生活でも通らないですよね いや部長、ドラケ発売されたから明日から会社に住んでいいっすかとかって、やっぱなかなか通らないと思ってて、通してくれる会社もあるかもしれないんですが、まあ、基本通んないじゃないですか。いや、ほんとお前何やってんだよ、まあ。今日仕事あんだから会社来いよ。みたいな感じじゃないですか。だけどそこは全体優先をしなければいけないっていう、そ,その思想を最初に習いましたで。今もだからこの全体優先っていったものを、あまあ、僕はその協調性ないっていうふうに思われてるかもしれないんですが、やっぱその日々の管理でも、 いあの意識しててやっぱ僕がその質問とかに答えたり答えなかったりとかあると思うんですが。 やっぱその僕の時間はあなたのものではないっていうのをねすごくみんなには理解してほしくて僕の時間はあなたのものではないですから,から自分のものにしたいんだったらコンサルティング申し込はばいわけだからそうでしょう通信講座とかでまあ質問とかは受け付けないっていうやり方をやってるんですけどもうそれもやっぱ全体を優先してるんですよねみんなのことケアしなきゃいけないからお前一人のその小手先レベルのしょうもない質問に答えてる時間は俺には1秒もないよってこれなんですよだけど別にそれはもうみんなのこと気にしてないとかそういうことではなくて何だろうちゃんと 自由度の高いことであれば送っておいてもらえれば目は通しているんで必然性を感じればそのコンテンツを作ったりとか内容を改定したりとかまあそんなにスキルハントしたりとかっていうのはやっていくんですよだけどその必要性がないから返事が来ないっていうだけの話でありそれは何かっていうと全体優先ですね全体優先全体優先っていうのを最初に学びましたねでもやっぱ全体優先ができないとね寮生活っていうのはかなりきつくてあの待って他人と一緒にまずねこんな部屋がね部屋が鬼畜なんですよこれは。 ままず部部部屋屋屋が人人なんですすよ16人部屋とか未だにありますもこの間一回その前付き合った女の子と一緒にあの行政国際見に行った時も残ってましたけど今はねあのなんだ1部屋16人部屋に6人ぐらい収容すかね右側と左側に分かれて左側に3人右側に3人みたいなだまあ割と余裕のある使い方っすよね、まあ、少子化してるっていうのもあると思いますけどねでも僕らの時はね16人部屋に12人ぐらい収納されてますね まあこの中からいろいろタバコやりましたその友達殴っちゃいましたいじめちゃいましたとか言ってクビになっていく子がたくさんいるんですけどまあだから本当になんかうんあのアイドルやめてく子がいるのと一緒でまあすごい厳しい競争社会なんですよね。でなんか最近知ったんですけど乃木坂も最初は寮生活から始まってますからね寮に入ってその地方の子とか通えないんで東京のレッスン場まで通えないんで寮に入ってそこから通ってでお金稼げるようになって自分でアパート買いたいとかもっといいその。 会社の寮みたいなものを港区とかに用意してもらってそこから通うっていうのをやってるみたいですよ、うん、だからまあどんな人もやっぱり最初はね僕はシェアハウス行けとか最初言ってますけどねやっぱそういう粗悪な環境から始まるんですよそこから成り上がって夢を持って生きていくっていうのが乃木坂もやってるんですからあの乃木坂一見華やかそうに見えるかわいいすごいもう美貌レベルがもう異次元レベルで高いお姉ちゃんたちですらそれで泥臭く,くやってんだから僕ら凡人はですよもっと地を ハッてでもですね、行くようなマインドっていうものをね、持っていかなきゃいけないっていうのを本当思いますよ。な皆さんも乃木坂のドキュメンタリー見たりとかですね、あまあバラエティ番組を見てね、本当勉強してください、本当に。乃木坂をね、見てればね、もう人生で成功するために何をやらなきゃいけないのかはね、分かりますよ、本当に。もう僕はね、もう超リスペクトしてます、超リスペクト。もう僕の中ではもう AKB を超えたんです AKB 超えました、SKE 超,超えました、NAB 超えました、HKT 超えました。もう最上位。もう最も一番上に、一番その、 重きを置いているところ、一番最上位にね、もう今、乃木坂が存在してますから、うん、はい。もその話いやもう、乃木坂の話ばっかりしてると思、もういいか減ドン引きされるからな。でもなんか意外とね、乃木坂の話するとね、普段は真面目な話をしている細野さんが乃木坂の話とかをしてくるのが面白いですとかなんか言ってきてくれるんでね、まあこれはこれでね、僕はね、一応通ってんのかなっていうふうに理解してるんですよ。うん。まあ最近はとにかく乃木坂が大好きですね。はい、で、えー、まあそういう部屋に入れられたんですが、 えーまあ、どういうそのタイムスケジュールだったかっていうとあ生活っすか生活はまずあのえっ、ー、とこれ細かいとこ覚えてないんで間違ってたらあれなんですがた確か18時半あ18時半じゃない6時半起床だったかな6時30分起床で朝飯はね自由なんですよ朝飯は食べてもいいし食べなくてもいいで7時30分授業開始早いでしょ なんで4時30分に授業を開始できるのかっていうとすごい簡単であの寮だからですね通学時間5分みたいな感じですね寮から学校まで同じ敷地内にあるんで敷地も結構広いですね木更津のヤナっていう山奥にあるんですけどあなんだ アカデミアパークって分かります経営破綻しちゃったんですけどそこをちょうど建設してました僕がいた時に今もう破綻しちゃってダメになってるんですけどそっかそういう場所にあってあの通な時間5分でした6時半に起きて朝歯磨きして顔洗って部屋髪の毛セットしてでご飯食べて教科書とかカバンに入れて学校に行って7時半開始でお昼休みが中古一貫校なんで あの高校生と中学生でずれてるんですよ。高校生は11時半なんですよね。11時30分、高校。これは高校生で。まあ、高校生の先輩の方が先に食えるっていう。で、僕ら中学生は後回しなんですね。12時30分。なもね、昼になるとね、もうお腹が空いて空いてね、もう本当に、あのー、なんかもう授業に集中できなかったっていうのを覚えてますね。であと飯がもうね、もう天文学的にまずい。 で基本的にね、あのやっぱり予算もあんまりないですからあの、なんか犬の餌みたいなものが出てくるんですよ。なんかこうどうやったらこんなまずいもんできるんだみたいな感じの食事が出てきて、飯はまずいです。だからあの、なんかカップラーメンの方が普通にうまいんですよ。カップラーメンの方がおいしいですし、ポテトチップの方が普通においしくて、3食カップラーメンみたいな人が普通にいましたよ。カップラーメンしか食わねえみたいな。そ <laughs> うやって健康によくないはずなんですけど、もうそんぐらいまずいんですよ。 カップラーメン美味しいんですよ。日清のカップヌードルのカレー味っていうのがあってすげえうまいんですがもう、まあ、それの方が普通に美味しいって感じるレベルですね。もうそんぐらい飯はまずかったです。であのなんだっけなあの超権力者っていう人がいてまあ、貯金って言うんですけどまあなんかその、まあ、番長みたいな子がどの学校 年にもいてですすねね怖いんですよ、ね、で貯金に逆らうといじめられるみたいな方があって、まあ、貯金は嫌われるっていうのも同時なんですけどその超権力者みたいな人がいてそいつがまあスクールカーストみたいな感じですよね、まあ、どこの学校にも少なからずあると思うんですがやべえみたいなやつがいるんですよ、まあ、やばいやつもなんかまあ低額になって退学になったりするやつもいるんですけどやっぱ貯金っていう人がいて、まあ、その人にはもうとにかく目つけられないようにおとなしくするっていうのが寮生活では大事でしたね。目つけられると本当もうもう不尽なことで いや「お前うぜえよ調子乗ってんじゃねえ」とかなんか言って何だっけな「ちょづくな」とか言われるんですよね「ちょづくな」「ちょづくな」っていうのはねなんかね「調子づくな」っていう意味の略なんですけど「何お前ちょづいてんだよとか」とか意味不明なんですよね「いや何でおんなた,ためのやつに普通に調子乗っちゃいけないのかな」みたいな感じなんですがそういうすごい怖い人が怖い人ですよね怖い人で怖い人っていうのはその同学年にもいますし先輩にもいますし あの高校の先輩とかがあの僕ら中学生を呼び出して「お前何に調子乗ってんだよ」とかなんか言ってあのピアスしてたりとか金髪にしてすげえ怖い先輩がいるんですけどそういった人に呼び出されたりとかあってまあなんかもう本当人間関係はね地獄でしたねもうあんだけなんかもうなんかヤンキーっていうかもう暴走族みたいな感じのコミュニティでよくやってたなっていうのほ本当思うんですよねだからすごい怖い人たちっていうものをリアルで知ってるから。 今、なんか別にね、あのちょっとネットとかで誹謗中傷とかされても、いや、なんか全然怖くねえなみたいな、いや、お前貧乏にやろみたいな、お前負けにやろみたいな感じで終了ですし、いやかわいそうだなみたいな、こんな暇あんならこいつお金稼げめないのに何もできねえんだろうな、このまま終わっていくんだろうなってって、大世でも貧乏だろうなみたいな感じですし、結構強い心というか、折れない心みたいなものが、ここで養われました。だから僕の中では正直、その善良性っていうものは、 いじめをもう壮絶なレベルでありましたしもう尋常じゃないもう岸違いレベルのいじめがあったんでもうすごいつらかったんですがあの何て言うかもうもう一度同じことやれって言ったら耐えられないんですけどでもやっぱりすごいいい経験をさせられしたなっていうふうに思っててもう寮生活してなかったらもうなんか普通にもっと駄目だったと思いますもっと駄目だったと思いますしまあこの全体優先だとかその挨拶とかって今でも普通にできるんですけれどもお互いになってわかるのは。 挨拶できない人ってすげえ多いんですよねだから僕とはマンション住んでてなんかいいとしたおばさんが僕こんにちはとかなんか言ってるのに返してくれなかったりとかいや別にそれでへこんでお前ふざけんなとかそういうのないんですけどいやどういう教育してきたらこんなに礼儀のない人が育つのかなとかって思うんですよね、うん、だからなんかそういう、まあ、人として当たり前だと思うんですが挨拶っていうのはそういうのがやっぱできるっていうのは その子供でまだマインドが幼い時にちゃんと教育されたからできたと思いますしそれを両親のもとでですね保護を受けてぬるい生活でその公立の中学通ってとかやってたら多分できなかったと思うんですよね、うん、だからこの寮生活っていうのはすごく僕の中ではあの大事というかね今の心の指針になっている経験です。で このまあ行政国際にいたときの,このまあ先生ですよね、先生がやっぱりすごくよくて、僕ね、その先生がリスペクトできない一つの理由にね、先生が成功してないっていうのがあるんですよね。例えば、その先生に成功して、勉強しなさいとかって言われたとするじゃないですか。例えば、英語勉強しろよとか言われたとするじゃないですか。で、その先生がトイックで900点しか取れてなかったとしますよ。なんなら700点しか取れてないみたいな。 言われたくないっすよねそんな人にいやお前英語の先生やってけど全然トイックの出荷は取れてねえじゃねえかみたいな。だけど行政国際何が良かったかっていうと講師陣結構一流なんですよ。もう普通に英検1級とかも全員持ってますしトイックも満点みたいな。トイック当時はあんまなかったと思うんですけど、まあ、英検1級はもう基本ですよね。持っててだけどアン,グロサクソンアングロサクソンアメリカンコースっていうのがありましてここに入るとそこはあの全ての授業を英語でやるんですよね。 全講義、数学とかあの社会とかもう全部現代文とか化,化,化,化学とか全部英語でやるっていうコースがあってだからまあ国際っていうように行政インターナショナルスクールっていう英語名なんですけれども本当にですねそういう国際感覚のもう基本ですよね英語っていうのはもう英語できないと国際人としてやっていけないと思うんですがそのベースを作り上げる教育として教育者にもまあ一流の人材を取ってましたであとあれですよねなのかな 受験に勝てよとか何か言われると思うんですけど、まあ、勝てよとは言わないかもしれない、まあ、受験で東大行けよみたいな話が出てくると思うんですけどお前どこの大学だよみたいな思いな思ませんでやっぱねその東大にね受かった人から勉強してるよとか言われるとねあまあ先生東大受かってるしなみたいな感じになると思うんですよねで僕のねそのね先生にまあどういうところが多かったかっていうとねまずね僕のね数学の先生 僕はね、数学好きなんですよあの。二次関数とか、なんだ、微分と積分の違いとかも忘れたんで、できないんですけれども、全然頭悪いんですけど、数学は好きで。それなんでかっていうとね、北澤先生っていう人がいたんですよ。北澤先生っていう人がいて、まあ、この人がね、東京理科大学なんですよ。まあ、頭いいんですよ。東京理科,理科大学。僕は理科大行きたかったんですよ、医学。それ行きたかったのはやっぱ北澤先生の影響がありますよね。あの北澤先生、かっこよかったんで。 でなんか北澤先生の,その講義が何が素晴らしいかっていうとあの数学の面白さを伝えてくれる。であとその僕らに感謝している。な言うこと聞かなかったり反抗したりなんかバカにしたりとかすごい失礼なことを。 やってたのに卒業したときに、いや、お前らの担任で3年間やれて本当に幸せだった、ありがとうとか言ってくれるんですよね。それは大人になって今だから、それがどれだけすごいことなのかって分かりますし、だってまだ20代とかでしたからね、北先生、大学出たばっかりで。なのになんかそういうことを、数学の面白さ伝えてくれたりとか、ありがとうとかって言ってくれたりとか、あとはまあバンドやってたんですよね、バンドを大学時代やってて、まあ、音楽の話とかもできる。まあ、要するに人生経験が豊富ってことですね。 普通にギター弾いてく音楽聴かせてくれたりとかやってくれたりとかすごいいい先生ですね。であとやっぱり一番すごく教え方としていいと思ったのはゴールを教えてくれる。あのまあ、こ今回こ,こ,この数学で学ぶことはこういうことで,で具体的にはこの何ページにあるこういう問題が解けるようになればいいからこれを目がけて今から勉強していく要はちゃんとゴール設定をやってくれるってことですよね。じゃあ 32ページ開いて、今日これやります、こういう風に解くんですよとか、淡々と作業するだけの先生が多いですよね。いや、それはだってね、もうね、動画撮っておいて、YouTube にアップしておけばいい話であり、その目標設定とか、やっぱその思考の部分ですよね、マインドセットの部分を教えてくれないとなかなか変われないわけであり、人間っていうのは。そこをやっぱやってくれる先生でしたよね。で、他の先生も、なんだっけ、その社会の先生、社会の先生とかは、なんだっけな、たたら先生って名前だったの、この、なんだっけ、わ稲だ、わせ確か早稲田大学ですね であと理科は岡田先生かな。全部覚えてるんですよね。やっぱマインド習った人のこと。マインド教えてくれたんですよね。理科の岡田先生も確か東京理科大学。理科大早稲田とか、まああと、あと英語の先生がね、なんだっけな、増田先生だったかな。確か青山だった気がするですね。まあ当たり前にね、その偏差値60以上の大学を。 に受かっててて合格して卒業まででる、まあ、要は一流大学出身の講師陣なんですよ <laughs> その割にはねすごい給料が安くて後にこの人たちみんな辞めてっちゃうんですけどあなんかいや講師陣がね本当に一級だったんですよねで高校受験してその日本大学の付属の高校に行ったんですけど、まあ、その時はも,うなんかもう聞いたいことがないようなクソ大学出てなんか日大受かったけどどこにも就職するとこねえから先生になりましたみたいな,、まあ、なもう人生の敗者みたいな人がたくさんいてもう一面も 1ミリもリスペクトできる先生がいなかったですね。高校でリスペクトできた先生はマジで、皆無ですね。教え方も下手でしたし、人間としても尊敬できなかったですし、意味不明な校則たくさんありましたし、まあ、田舎でしたし、周りの人間クソでしたし、もうなんか全てがダメでしたね、高校は。だ高校で、高校受験した時の僕の最大の失敗は、まあちょっともう話そろそろ終わりにしたいんですけど、まあ東京の高校に進学することができたんですよね、その、なんだっけな。 駒込学園だったかな、なんか東京のね、えーまあ、ど,こどこにあるのかってちょっと分かんないですけど、あの偏差値ね53か55ぐらい、52ぐらいのね、まあ、まあまあ中堅の母校があって、その偏差値低い割には大学進学が結構いいっていうコスパのいい高校があってね、ねそこに行きたかったんですよ、僕は。だけど、なんか単眼推薦とかいうのなんかやらされて受かっちゃったから行かないとだめだよねみたいな、そんな仕方すればいいんですよね、別にあんなクソ学校行けなくても支障ないんだから。だかからなんか それはすげえ後悔してますでまあ僕はみんなに伝えたいのはなんか付属とか言ったらなんかそうやってもう勉受験とかしないでのみのみとやれていいですよねとかいう考え方があると思うんですけどそれはなんか親がね子供の塾の送り迎えしてあげるとかご飯作ってあげるとか洗濯してあげるっていうのと一緒で子供の成長の機会を奪っているんですよね。 やっぱその乃木坂もそうですけど厳しい競争とか厳しい現場に身を置いてそこでもがくから精神的プレッシャーとか圧力を受けるから人間っていうのは成長するわけであり楽な環境に順応したら人間って成長しなくなりますよね。そうするとやっぱ人生レベルで莫大な損失っていったものを被るので、まあ、僕はですねもし自分の子供ができた場合もですね、まあ、そういった安易な選択はさせずにですね 成長する方を選ばせてあげたいですね、成長する方を選ばせてあげたいですし、成功する確率が高い考え方ですよね、まあ、このリグ、ゆっくり、損切り、素早くっていったような考え方、まあ、こういったのを伝えて、本当にもう具体的なところですよね、別に試験の成績とか悪くてもいいんですよ、だけどマインドがダメだと、ですねもう人生の敗者になることがもう確定して人生終わるんで、もうとにかくマインド、マインドを変えるために厳しい環境、まあ、それ全寮制の学校とかも含め、ですねそういった環境、教育ですよね、を子どもには与えてあげたいなっていうのを。 思う次第ですでは多分1時間ぐらい話してしまったと思うので僕の少年期としてはですねちょ少年期はね結構ねあの学びが多いので成長する時代なんですよねだからちょっと、まあ、なるべく掘り下げて皆さんにいい気づきを与えられるようにあのお伝えしていければっていうふうに思ってますでは今回セミナー以上となりますありがとうございました、まあ、感想や、ね、コメントなんかあればあの この下のののととここコメントのところにアウトプットして,てくださいで。それを他の人が見たら、まあ、自分も自分の経験とセットにしてアウトプットするということですね。アウトプットっていうのは自分の体験とか知識とかとセットにして学んだことをみんなにシェアするということですよね。まあ、そういうのをやっていきましょうということであります。では以上となります。ありがとうございました。